428、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、緑川が、てか緑川の方を変えないと弾が進めないんだよね。あ、やべ。普通に落ちちゃった。これか。女の子とぶつかって。これであれだよね。謝ればなんとかなるんだよね、多分ね。悪い、素直に頭を下げた。悪い、素直に頭を下げた。先を急いでいるので、ここで揉めている場合ではない。しかし女の子は首から手を離さない。さらにギリギリと締め上げてくる。すまん。よそ見してた俺が悪かった。緑川は喉から声を絞り出して謝罪した。まあいいわ。今回だけは許してあげる。女の子は怒りを収め、手に込めた力を弱めた。で、あれ？女の子は緑川の顔をじろじろと眺めた。緑川さんじゃん。自分の名前を呼ばれて緑川も女の子の顔を見た。ミクか。そう、ミク。覚えててくれたんだ。でもすごいよね。取材対象の名前ちゃんと覚えてるっての。ついさっきまで胸ぐらを掴んでいたとは思えない喜びようだった。ほんと何年ぶり？ 5 年くらいかな。まだやってんのか、盆栽。ううん。もうやめちゃった。当時彼女は中学生にして盆栽の日本チャンピオン。盆栽。盆栽といえば老人の趣味。あ、これ。あれ？このティップって前っていうかもう一個の方でもあったっけ？盆栽といえば老人の趣味という印象が強かったが、最近は和風インテリアの一つとして若者にも注目されている。普通の盆栽よりも小さめで、桜やもみじをはじめ、姫リンゴなどの実がなるものもある。へぇー。球場の土を苔で覆った苔玉も小さな惑星から植物が生えているような形で可愛らしい。でもあれ大変だろうな。ここは一緒か。ある日ミクの盆栽数十点が、数十点ってすごいよな。どんだけ金持ちの家なんだ。地元の不良たちに荒らされた。その事件の取材で緑川はミクと出会ったのだった。強くなりたい。あいつらやっつけたいんです。そんなミクに緑川は知り合いの格闘技道場を紹介した。しかし随分力をつけたな。だって私、こういうものだもん。ミクはチラシを差し出した。あ、なんかちょっと違う。かわいいね。めっちゃ強そうだもんな。女子総合格闘技パブブライド。ブライド。経営難の女子総合格闘技団体が副業として始めたショーパブ。店内には八角形のリングが置かれ、若い女の子たちが何でもありのブライドルールで戦う。お客は酒を飲みながら試合を楽しむ。チラシ持参の方はドリンク無料。と書かれている。お酒を飲みながら女の子同士がリングで戦うのを見るの。それは楽しそうだな。間違った方向に強さのベクトルが向いているような気がした。今度試合見に来てよ。私ここのチャンピオンなんだから。ミクは得意げに胸を張った。チャンピオン。とりあえず素直に謝っておいてよかった。ボッコボコにされたもんな。緑川はほっとした。そのうち見に行かせてもらうよ。じゃあ俺、急いでるから。そう、じゃあまたね。緑川が即売会場へ向かって駆け出すと、ミクは雑貨店の中へ入っていった。こっからは一緒だな、これ。だったら、こっからたまにちょっと飛ぼうか。雑貨店に書き込む。さて、どうなるかな？この辺はブワーっと飛ばせるのか。もうすぐ来るっていうのだよね。なんでこのダイエットのさ、バーニングハンマーを欲しがるんだろうな。もうすぐ来るで。でも、この子と交渉は無理な気がする。店員と話しているとパーカーに身を包んだ女の子がやってきた。小柄であどけない顔をしている。予約してたやつ買いに来たんだけど、どうやら先客はこの人のようだ。突然すいません。このダイエット飲料譲ってもらえませんか？深々と頭を下げると被り物が大きく揺れた。何？倍の値段で買ってもいいです。ダメ。だってこんなの見たことないから。すごい興味あるの。でも、こんなにたくさんいらないでしょ？
いるの。私ね、体が資本だから、そのぐらい必要なの。へえ、体が資本って何の仕事なんですか？店員が口を挟んだ。格闘技よ。かっこいいね。知らない？最近渋谷で人気のブライドって。ああ、知ってます。コスプレ格闘ショーパブのブライドですよね。突然店員は興奮しだした。何ですか？ブライドって。私はまるで聞いたことがなかった。女の子たちがアニメキャラのコスプレをしてガチで戦うショーパブですよ。コスプレするんだ。一度は行ってみたいんですけど、完全会員制なんですよね。来てよって言ってたのに会員制なの？これ。現在はブライドは店員オーバーで新規会員にはなれない状態。衣装も、試合も過激との噂が人気を呼び、会員証はネットオークションで高価取引されている。そんなんでいいの？あ、でもあれか、なんか身分証とか兼ねてないやつか。ポイントカードみたいな感じかな。店員が私に説明してくれた。それじゃああなた強いんですね。まあね、こう見えてもチャンピオンだし。女の子は得意げにファイティングポーズをとってみせた。じゃあ私と勝負してくれませんか？私は言った。勝負？私が勝ったらこれ全部譲ってください。あんたさ、誰に向かって言ってるか分かってんのか？女の子は余裕の表情で言う。分かってるつもりです。うわ、見たい、ぜひ見たい。店員がいいところで押してくれた。まあ、どうしてもって言うなら勝負してあげてもいいけど。よかった。交渉に乗ってきた。交渉か？これ。うまくすればこれでバーニングハンマーが手に入る。女の子は戦う気ままで指をポキポキと鳴らした。勝たなくちゃ。何が何でも勝たなくちゃ。私にだって何か得意なことがあるはずだ。それで勝負すればきっと。私は言った。勝負はもちろんじゃんけん、しりとり、ガチンコファイ。ガチンコファイト。ガチンコファイトでお願いします。私が言うと、女の子は待ってましたとばかりにニヤリと笑った。オーケー、私はミク。ブライドファイターとして受けて立つわ。ブライドファイター。捨て子。っていうか、どこから出したんだそれ。店にあったのかな。グローブ。私とミクは店を出て路上で睨み合った。あんたが勝てばバーニングハンマーは諦めてあげる。ただし負けた時はあんたが全額払って私によこしなさい。それってなんかおかしくないですか？嫌ならノーファイト、ノーギブよ。考えている暇はない。わかりました。いつでもどうぞ。ミクはシャドーボクシングで軽くワンツーを繰り出した。シャドーボクシング。ボクシングの練習法の一つ。実際にはいない相手をいるものとして攻撃や防御の練習をする。うん、バキでめっちゃ見たわ。ちっか。お、なんだ？なんか始まるのか？ストリートファイトだ。通りすがりのサラリーマンやカップルからこわもてのお兄さんまで、あっという間に観衆が集まり出した。カップル。遠藤あちと王様瞳、謎の外国人から逃げる途中で通りかかった。あ、マジで飛べるんだ。こわもてのお兄さん、天竜組のヤクザ、兄貴分の小塚麻生と瀬川雄太郎の二人。天竜組は宝田金融という金融会社を経営しており、しのぎってことか。二人はそこの借金取り立て人を務めている。今日すでに一件の取り立てを終え、これから昼ご飯を食べて次の取り立てに向かう予定。結構悠長な仕事だね。もう即売会が始まっている時間だ。ぐずぐずしている暇はない。ミクが目の前でフットワークを使い始めた。シュッ、左ジャブ。ジャブってなんかめっちゃ速いらしいね。速い、さすがチャンピオンを名乗るだけある。せや、すかさず大振りの右フックが飛んできた。フック。パンチの一種、弧を描くように腕を大振りに回して相手に叩きつける。大振りなのはそのまま相手に組みついて寝技に持ち込むのも。あ、そうなんだ。総合格闘技でよく使われる。K1 ってこと？なんだろうな。この気の抜けた顔、ちょっとあれだな。ちょっとブサイクに見えるな。やっぱ、取り方、取られ方って大きいよね。さっきめっちゃかっこよかったのにな。なんかめっちゃ老けて見えるよね。フックを最小限の動きでかわし、ミクの肩をポンと軽く突き押す。え？
たまちゃん、そんな強いの？わわ。ミカはバランスを崩して前へつんのめった。うわ、なんだ今の。観衆がどよめき上げる。あ、これかっこいいのにな。なんでさっき。ミクは体勢を立て直し、再びファイティングポーズを取った。後ろにいる女性のあれだな、メイクとかが結構古いな。やっぱり10年経つと全然違うもんだな。なんで？何が起こったのかわからない様子。さあ、今度は様子を見るように遠い前から左足の蹴りを放ってきた。反射的に右手を構え、ガードの姿勢を取る。ガードの体勢を取ると、それフェイントだった。小気味よいキックの炸裂音がした。着ぐるみ着てるからな。頭はそんなに。あれ？ところが着ぐるみがクッションの代わりになって全く効かない。そりゃ続けて繰り出された左の蹴り足。キャッチして踏み込みながら押し返す。つえぬわ。いとも軽々とミクの体が宙を舞う。おうおう、うわ、あら。その光景に拍手と喝采が一気に沸き起こる。絶対バットだと思ってやったのにな。勝っちゃったよ。強い。あんた何なの？見ての通り猫です。よろしくお願いします。私の言葉にミクは苦笑を浮かべた。ブライドファイターがストリートファイターで負けるってなんて、もう普通の女の子に戻るしか。今日限りで引退ね。はあ、それはお疲れ様でした。ミクは私の手をギュッと握っていった。でも最後の相手があんたで、よかった。死ぬのか。いい話かな。私はバーニングハンマーの入った段ボール箱を手にした。いくらですか？店員は首を横に振った。いや、お代は結構です。素晴らしいものを見せてもらったんで。ほんとすごかった。自分でもびっくりする。世の中どうなるかわからないものだ。さっきの技、あれ合気術でしょ。合気道とは違うのかな。相手の先手を読んで動きをコントロールする古武術。触れるだけで相手を投げ飛ばしたりする。合気道に整理される前の、あ、その前の話なんだ。武術なので危険度の高い技が残っている。へえ。え？さあ、そうなんですか？私は小首をかしげた。またまた、謙遜しちゃって。格闘マニアの目はごまかせませんよ。格闘マニア。雑貨店の店主である安田大成は、年間350試合の格闘技を観戦している。可能なのか、それ。特に好きなのがブラジリアン柔術で、自分でも習いたいと思っている。ブラジリアン柔術ってなんだっけ？なんかコナンで見たな。ナイフを刺してくる相手をその持った手のまま相手に突き刺すことができるみたいな。あれはコナンだけの話なのかな。お目当ての道場もあるのだが、気が弱いため入り口の前でいつもうろうろしてるだけ。まあ、わかるわ、一歩って踏み出しづらいよな。それにしてもタダにしてもらって助かった。お買い物はそれだけでいいですか？そう言われて私は一つ頼み事を思いついた。お願いがあるんですけど。はいはい。そこにあるネックレス、売らないで取っといてもらえます？後で必ず買いに来ますから。はいはい、了解しました。店員は大きくうなずいた。これでバーニングハンマーの件はなんとかなった。あとは即売会場に戻るだけだ。あ、それ重いでしょ。台車あるから使って。店員は店の脇に置いてあった台車を指さした。あ、助かります。段ボールの山を台車に乗せると、雑居ビルを目指して全力で走った。いや、もう特に即売会が始まっている時間だ。早く戻らなくて。商品がなくてお客さんが帰ってしまったら目も当てられない。急ぎすぎ。私は台車を押しながら即売会場に向かった。お待たせしました。遅いよ。何やってたの？待ち構えていたように柳下が飛びついてくる。その後ろに見覚えのない男がいた。こっからジャンプ。あれ、なんでバツついてんの？
誰だろう。お客さんではないみたいだけど。あれかな、もうちょっと別の選択肢選んだ。暴れるぞとか言わなければあれなのかな、飛べんのかな。とりあえずこっちこっち。柳下の声に従い私は控え室へ移動した。おかげですいません。とにかくいろいろあって、でも商品はちゃんと持ってきましたよ。胸を張って段ボール箱の蓋を開いた。お、これはまさしくバーニングハンマー、間違いない。柳下は段ボール箱を頬ずりしながら抱きしめた。即売会の方はどうですか。ああ、今チリ君が手品で場をつないでる。言われてドアの隙間から会場内を覗くと、チリが大きなタンクに入ったオレンジジュースを一気飲みしている。あれが手品ですか。なんだっていいんだよ、とりあえず時間を潰してくれれば。そんなん買ってっから金なくなるんじゃねえのかよ。やっべ、何リットルあるんだこれ。ステージの片側には、片隅には同じような空のタンクがメロッパも置いてある。全部で7本も飲み干したのかと思うとさすがに驚く。どこに入ってんだよ。客たちも本来の目的を忘れてチリの芸に惜しみない拍手を送っていた。まあ客がいいならいいけどよ。控室に戻ってきたチリは大量の汗をかいてびしょびしょである。もう少しでモノマネまで披露しなきゃいけないところだったわよ。いや偉い、チリ君は本当に偉い。バーニングハンマーおかげでなんとか間に合ったよ。柳下が力強くうなずく。よし、いよいよ本番だ。誰？チリ君がバーニングハンマーをガバガバ飲む。汗をダラダラかく。いいね。了解。ガバガバ飲んでいいの？そしてタマ君がにっこり笑顔で言う。私もこれで痩せちゃいました。いいね。了解です。でもこれ脱げないんだけど。それじゃあ、着ぐるみ業者さん、あ、脱がしてくれんの？頼みます。はい、では失礼。待機していたレンタル業者が私の着ぐるみを脱がせようとした。レンタル業者、福間正道。着ぐるみレンタル業を営む、株式会社東洋福連の従業員、社長である福間重道の一人息子で、常にウサギの着ぐるみを着用している重道の素顔を知る数少ない人物。子供の頃、保護者参観日に着ぐるみのまま来られて以来、父親と着ぐるみに嫌悪感を抱いている。それでも家業を継げという父親に逆らえない。複雑だな。ん？あれ？おかしいな。業者が首をかしげている。どうしました？柳下が不安げな声で尋ねた。ああ、ダメだな、これ。業者が大きく息を漏らした。これ、ファスナーが絡んでて、寝かすのに時間かかりますよ。なんでこった。柳下が頭を抱えた。業者は着ぐるみをあちこち触って何度か寝かせようと試みたが、やはりどうやっても無理のようだ。にゃん。突然猫の鳴き声が聞こえて業者が目を丸くした。今のあなた？業者が私を見て不思議そうな顔をした。猫の鳴き声しましたよね。はい。あなた？いや、私じゃないです。空耳か。声は柳下たちには聞こえていなかったようだ。ああ、もうついてない。せっかくキュートなダイエットモデルを見つけたのに。社長、あんまり待たすぎるとお客さん帰っちゃいますよ。どうすんの？私、モノマネでもしてこようか？モノマネ。何のモノマネができるんだ？チリ、このモノマネレパートリー。あくびをするアシカ、タクシーを呼び止めるアザラシ、お経を読むセイウチ、背中のかゆい部分に手が届かないオットセイ、昼寝をするトド。なんで怪獣の類ばっかりなんだよ。仕方ない。タマ君はその格好のままでいい。いいんですか？客に帰られたらおしまいだ。とにかく始める。それじゃあ、二人とも頼んだぞ。いいのかよ。はい。ということで、じゃあ、ここで、一旦区切りましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。